関東バス大梅街道営業所。関東バス大梅街道営業所は、東京都練馬区関町南に位置する関東バスの営業所。主に、練馬区道区西南部、杉並区北部の路線を担当している。営業所敷地内と上石寺井南町の建て伸ばし、停留所近くの2カ所に車庫を有する。小木久保駅から大梅街道を精神する路線で、 本営業所管内の主力路線。ラッシュ時の小木久保駅は、全福時からバス専用レーンを走行し、桃井4丁目小木久保駅は、各路線合わせて1時間に約40本と高頻度で、運される。沿線は、公共交通に対する需要が高い地域である。小木久保線の歴史は、1945年、昭和20年に、 関東の利害合に合併した昭和自動車商会の路線に行き当たる。1927年昭和2年5月5日より、小木久保駅関、現、関長2丁目付近において営業していたが、戦後に入ってからはこの付近で、各事業者が戦前の事業範囲を超えて、都心と郊外を結ぶ長距離路線を次々に開設し、関東も北浦まで延長。最盛期には、 武蔵野営業所の柳橋線や吉祥寺線、三鷹線と一体化した東伏見駅、田無橋場、武蔵小金井駅行きという路線が存在した。なお、小木久保線と同一経路で、小木久保駅伊東も大梅街道を走り、新宿駅西口や東京駅に達する路線もあったが、こちらは1979年、昭和54年に廃止されるまで一貫して、東京都交通局、 都営バスの単独行であった。これは、小木久保伊藤の大梅街道が、都電杉並線の存在を理由に、基本的には、都営のエリアと解釈されたことに由来する。さらに、1984年、昭和59年までは、小木久保線沿線から、北浦井西へ走る A バスの便もあったが、このどちらにも、関東バスは一切関与しなかった。各系統の中で、小木32と、 義三十四は本数が多く、この路線の基幹系統となっている。1978年までは全福時まで通過する急行系統、義三十三もあった。2018年10月1日より平日朝の義三十四はすべて電通裏発着の義三十三に変更となった。なお、 戦術した通りで1978年までは急行系統として存在したため系統番号のみ復活した形となっている。小木32は武蔵関駅付近で循環運行となっており、武蔵関駅を通り越して小木久保駅方面へ乗車することも可能になっている。関町北一丁目の時刻表の行き先欄は小木久保駅になっている。小木36は ヤワタグラから、青梅街道を離れて、南全福寺に至る系統で、終点付近は、杉並区と練馬区、武蔵野市の境界にあたる。敷地が狭いため、南全福寺の折り返し場にはターンテーブルがある。木三十五は、西東京市の武蔵野大学に至るまで、青梅街道を走行する路線。1990年代までは夕方便も、存在したが、現在は、 平日の朝に往復のみで、武蔵野女子学院が、教学に変わったことから、2005年12月15日より、停留署名を武蔵野大学に変更した。武蔵野大学付近は、経路の関係上、往路は、線は小学校前、袋は、武蔵野中央公園経由、武蔵野大学交差点東側に道路線単独の、標中を設置している。二便目は、キロ。 大梅街道営業所とマリであったが、2018年10月1日より、2便目も、小木久保駅行きとなった。小木30は、基本的に、小木久保駅発着路線の出入庫系統であるが、平日朝ら主事とシニアに、大梅街道営業所小木久保駅の折り返し運用を、持つ。小木30の小木久保駅の停留所は、他の小木久保線各系統とは異なり、一番乗り場である。ただし、 17時以降は0番乗り場からの発車となる。小木30の終バスが小木久保駅を出発する時刻は25時24分。平日で中央線中の三鷹間の各駅から出る深夜バス。深夜急行バス奥の中では3番目に遅い発車時刻である。2013年2月15日、八幡町停留所が武蔵野中央公園に解消された。小木久保駅とプロムナード小木久保。 および京王井の頭線三鷹台駅近くにある立教女学院を結ぶ立教女学院へは途中の西尾木久保駅を発着する西20もあり同駅より南の区間では一方通行の道路があるため循環運転をしている西20は路線図や杉並区統計所では西尾木久保駅を起点とする路線として記載されているが時刻表によると 青梅街道営業所を発着するデイリコビンと原則的に連続運行していることわかる。立教女学院への路線は戦前に五日市街道周辺で営業していた新運の利合い自動車によって開設された古い路線。立教女学院の前身である立教高等女学校は都心にあった校舎を関東大震災で失い1924年 大正13年に仮校舎を現行地に建設移転した。これを受けて1928年昭和3年6月1日に西小木久保駅立教工場前線として開通したものである。この区間の循環経路は一部経路の一方、通行化など外部要因を除けば開業から現在までほとんど変わっていない。なお、小木久保駅発着時点及び 大梅街道営業所からの出庫では、立教女学院という行表示であるが、立教女学院周辺が、ループ状の経路になっているため、立教女学院をまたいで乗車することが可能である。昭安二丁目出発時点で、おぎくぼ駅または、大梅街道営業所駅に切り替わる。運行形態としては、おぎくぼ駅から出発し西しおぎく駅から、立教女学院付近を循環した後、 再度西尾木久保駅に戻りほぼ同じ道を戻って、荻木久保駅まで戻って終点となるケースが多い。大梅街道営業所への入庫便は桃井四丁青梅交差点を左折して、大梅街道営業所へ向かう。逆に、大梅街道営業所からの出庫便は、桃井四丁目交差点を右折するまでは、西尾木北五丁目まで通過し、西尾木北五丁目以降は、 小木久保駅からの運行と同じ経路で運行する。大梅街道営業所西小木久保駅間は西01、02、03よりも停車する、停留所が少ないため早く到着する。小木久保駅からの直通運転が始まったのは、戦後からで、かつては、小木久保駅南口から中央線の南側、1960年時点では、小木久保省新名通りを経由。 1969年時点では、新名中学口経由を通って運行していたが、1970年代に、小木久保駅北口八丁西小木久保駅線と、統合、大梅街道経由に変更された。小木31はプロムナード小木久保の入居開始により、2005年3月16日に、誕生した系統。小木久保方面へは、プロムナード小木久保から300メートルほど南下した。 ところにある、日産自動大箱停留所から頻発しているが、ラッシュ時などは、積み残しがあるため、プロムナード小木久保の住民向けというよりは、小木久保線の補助系統という色が、強いようである。2017年4月17日のダイヤ改正で、これまで毎日早朝1便あった小木40、実際は小木41の、西小木久保駅始発便と、その出航便は、 利用率の悪化を受けたためかと休日の運行が取りやめとなるなど、ダイヤ改正がある日に本数が減らされている。立教女学院付近が狭いため中型車もしくは中型長尺車が主に当てられるが、自治型車も運行される。小木久保駅からカンパチ通り、早稲田通り、旧早稲田通り経由で、西部新宿線下井草駅へ至る路線で、上記の小木久保線と並んで、 青梅街道営業所の主力路線。線名の中瀬町は下井草4丁目周辺の9丁目。深夜バスが運行されている。2017年4月17日より、これまで、校車専用だった今川3丁目の青梅街道、営業所方面のバス停を、乗降可能とした。小木久保駅から環八通りを経由し、伊予駅、石神井公園駅を結ぶ。 お木十二は、ヨギ立橋の手前で右折して、ヨギ駅へ向かう。本数も多く、関東と西部がほぼ交互に運行される。お木十一は、ヨギ駅へ入らずに、西部新宿線を交差し、八西橋付近で、九和瀬田通りに入り、石神井公園駅へ向かう。本数は、長年1時間に2から4本ほどあったが、2007年7月16日の、 改正で1時間に1本ほどのダイヤになった。関東バスの運行便は少なく、1日5本ほどとなっている。2017年4月17日より、これまで、校舎専用だった今川三丁目の大梅街道、営業所方面のバス停を乗降可能とした。西小木久保駅から大梅街道営業所を経て、西部新宿線上石神駅との間を結ぶ。 循環部分を除いた、ほぼ全区間が、バス同士のすれ違いに苦慮するため、バス同士がすれ違う箇所は決まっている。西尾木久保駅付近は、西尾木久保駅西尾木北4丁目間にある一方、通行路を通る関係で往路と袋が大きく離れた、時計回りの一方循環経路になっている。そのため、乗客の利便性を考慮して、西尾木久保駅をまたいでの乗車が可能である。西礼一は、 営業所を折り返し支弁で、西2.030の出入庫も兼ねる。2011年10月1日に、西02の深夜バスが新設されたが、当日は土曜日のため、運行開始日は10月3日である。西尾木久保駅から西武新宿線上石寺駅を通り、西武池袋線大泉学園駅まで結ぶ。 1950年代に西武バスが単独で開設した路線に、1967年、昭和42年関東が新規参入して、共同運行となった。大泉学園駅では以前は北口まで乗り入れていたが、駅前再開発を受けて2001年9月23日から南口折り返しとなっている。上、石神駅大泉学園駅間の経路上に、 共和道路が存在し、西部では、中型車による運用も見受けられる。なお、西荻窪駅周辺は、ループ上の経路になっているので、西荻窪駅をまたいだ乗車が可能である。西荻窪駅と隣の吉祥寺駅を、女子大通り経由で結ぶ。ほぼ中間に位置する東京女子大学周辺と、両駅間の通勤通学客や、アトレ吉祥寺、キラリナ慶王吉祥寺、 淀橋吉祥寺旧、近鉄百貨店東京店をはじめとする吉祥寺エリアへの買い物客の利用が目立つ東京女子大前引く西荻窪駅間は一方通行路を通る関係で往路と袋が大きく離れた時計回りの一巡環経路であるそのため乗客の利便性を考慮して西荻窪駅をまたいでの乗車が可能である JR 中央線では一駅区間のみを走るが 中央線が人身事故などで輸送障害に陥った際には振り替え輸送を担う。大梅街道営業所より上、釈寺駅まで延長する定期便の運行も計画されたが、上、釈寺駅での停留所のスペースの問題や競合となる西武バスの基地60系統なります基地上寺線との兼ね合いからなかなか見しなかった。2012年、平成24年4月7日より、 土、休日の日中に限り基地81として運行を開始し、2018年4月16日のダイヤ改正で基地81学時代にも運行が開始され、基地81が運行されない、時間帯では基地80も運行されるようになり、実質は、お梅街道営業所地蔵、坂上まではほぼ終日運行となった。基地81は土曜、ダイヤまたは、 正月ダイヤ扱いとなるお盆。年末年始は運休なり、当該日は西十の本数が、平日並みに増える、特別ダイヤでの運転となる。2012年2月15日、八幡玉停留所が、武蔵野八幡宮に改称された。西小木久保駅から、大梅街道を横切って北上し、早稲田通り、環八通りを経由して、代木駅、小木久保駅へ向かう路線。 2008年6月2日から、西尾木久保方面の出港便の一部区間が改装となった。2011年10月1日に、西尾木久保駅今川三丁目間のシニアバスが新設されたが、当日は土曜日のため、運行開始日は10月3日である。2012年4月2日に、西五十一が新設された。西五十と尾木の清水三丁目より、 西部新宿線方面を切り捨てて残った部分を一つの系統とした系統である。平日のみ運行で同時に出入庫路線も開設された。なお、小木久保駅への出入庫は西51、枝番系統だけではなく、小木30でも出入庫が行われる。2017年4月17日のダイヤ改正で西51の日中の運行がなくなった。代わりに朝、 夕のみ運行していた西五十一から一、西五十一から二が、毎時運行に変更された。それに伴い、今川三丁目の大梅街道営業所方面のバス停を、校舎専用から乗降可能に変更した。なお、西五十一から一、西五十一から二の日中便の運行は、小木十の出入庫便を、小木三十から変更した扱いとなっている。そのため、運行間隔は一定ではない。 2019年7月25日のダイヤ改正より、西51から1、西51から2が終日運行に変更された。2016年9月1日より、高齢に系統のみ、武蔵野営業所から移管された。武蔵関駅付近で、奥義32同様循環運行となっており、武蔵関駅を通り越して、三鷹駅方面へ乗車することも可能になっている。 石町北町目の時刻表の行き先欄は三鷹駅になっている。なお、高麗2から1系統の縦伸ばしから、水道単管のコースは、系統移管に合わせて新設されたが、小木32出庫便も含めて早朝のみの設定となっている。初代小木31は、小木久保駅と上、百神駅を結んでいた。現在の小木31とは全く関係ない。 1973から74年頃廃止。小木34の急行系統。末期は北浦初のみ運行され、全福時から先は小木久保まで停車しなかった。1978年、昭和53年7月20日限りで廃止。2018年10月1日限りで小木久保駅行きに変更となった。2005年、平成17年3月16日。 開設されたプロムナード小木久保を経由して平日1便のみ、新設された通勤路線。桃井四丁目付近の交差点で工事が行われ、バスの左折が不可能となったため、2007年、平成19年3月30日の運行を、最後に、翌3月31日限りで廃止。案内状は小木41だが、実際は、西小木久保駅立教女学院館の、 折り返し路線で使用する西20の行き先表示を用いて運行していた。2007年、平成19年3月30日の運行を最後に翌3月31日限りで廃止。2009年頃に系統番号を表示しない無系統路線となり、大梅街道営業所からの直通運転に変更となった。2008年、 平成20年6月2日付で今川三丁目始発に変更となった。新宿から山和高原天理駅を経由して奈良、高田、五条へ向かう。奈良駅発着便のうち奈良方面は JR 奈良駅経由で近鉄奈良駅行き、新宿方面は JR 奈良駅発近鉄奈良駅経由で新宿へ向かう。1999年 平成11年5月10日に、KBE バスに、遺憾、2009年、平成21年11月1日付で、運行委託解除の上丸山営業所に引き継がれる。新宿業は、JR 高槻駅、阪急高槻駅の停車順序が逆になる。新宿と平方を結ぶ高速バスである。途中休憩はない、乗務員交代のみ。1999年頃に、 警備バスに移管された。その後、京阪電車くずの廃棄を経由する改正があり、2005年、平成17年には、京阪バスの移行で、東京ミッドナイトエクスプレス、京都号と相性を改める。2009年、平成21年11月1日付で、運行委託解除の上丸山営業所に復帰、現在も継続されている。宇治号は、東京ミッドナイトエクスプレス、 宇治号に改名されたが、2008年12月9日限りで廃止された。新宿と津山、岡山、倉敷を結ぶ高速バスである。1990年、平成2年3月22日の開業と同時に、ルブラン号、ルミナス号も運行開始しているため、大梅街道営業所始発となった。1999年、 平成11年10月11日付で KB バスに移管された。移管と同時に、丸山営業所発、中野駅、新宿駅西口経由となった。岡山、倉敷川のパートナーは2008年3月20日付で、両備えホールディングス両備えバスカンパニー倉敷営業所に交代。その際に、倉敷駅北口から走車中鉄、バスセンター間が廃止されている。 KB バス生産のため、2009年、平成21年11月1日付で管理、委託解除の上丸山営業所に復帰した。上期3路線の共同運行会社の支援業務は、現在でも、東営業所が担当している。2002年、平成14年3月20日に、京王電鉄バス、東京空港交通との3社共同運行で、運行を開始した。当初は、 東営業所の担当だったが2003年、平成15年6月18日付で KB バスに移管の上、練馬駅まで延長されている。その後、京王電鉄バス担当便が京王バス東に移管、さらに2005年、平成17年6月30日限りで京王が撤退。KB バスも2006年、平成18年7月14日限りで撤退した。現在は、 東京空港交通が単独運行している。2008年11月29日に、杉並区、コミュニティバス、杉丸の3番目の路線として開業。日の、ポンチョで運行され、運行間隔は、約20分である。2016年9月1日に、五日市街道を営業所に移管された。大梅街道営業所の2013年現在の、車種構成の特徴は、 日産ディーゼル、ゲン、トトラックス製の車両の割合が低く、三菱不装製の車両の割合が高いことである。関東バスでは2010年まで、日産ディーゼル製、2011年からは三菱、不装製の車両を中心に導入しているが、大梅街道営業所は、元から、三菱不装車が導入されていることもあり、他の営業所に比べ三菱不装車の割合が高めになっている。 エアロスターの所属が多いが、スペースランナー RA の OEM 供給車である、エアロスター S が関東バスで唯一配置されている。このうち C2201 号車はメーカー納品第1号車である。また、全国的にも珍しいスペースランナー A のノンステップ車も2台が配置されている。かつては日産ディーゼル製 u AK3。 扉車に混じって2000台の三菱不創生富士重工 7E 車体仮想の3扉車関東バスでも唯一のニューエアロスター2ステップ車でもあるディーゼル蓄圧式ハイブッドバスウベックス3が配置されていたのが特徴であった2017年8月に初めてイスズ自動車の中型車エルガミオンが導入されたその他空港連絡路線や貸切輸送を担当するために 日のセレガと日産ディーゼルスペースウィング貸切専用の日の DS が配置されており貸切車の中には高速路専用からの格下げ車もある楽しくご覧になりましたら購読と良いですクリックしてください